2531回始めます、4月5日ですね、金曜日入ったところです。いやー急いでいきますよ、本当に。テレビ新広島からですね、はい、新幹線に男が、紙袋を投げつけると、ね、新幹線に男が紙袋を投げつけたと。それで運転取りやめになって乗客全員が、新幹線から降りたということがあったみたいですね。4月2日夜 JR 広島駅で、客が停車中の新幹線に物を投げつけ、ね、停車中の新幹線に物を投げつけ、確認作業のために桜565号は乗客全員を降ろし運転を取りやめていますっていうことで、これ新幹線にね紙袋を投げつけただけで、ね、乗ってた新幹線に乗ってた乗客全て降ろして、うん、運転取りやめになってるっていうことで、はい、いや2日後7時前 JR 広島駅で山陽新幹線新大阪発、鹿児島中央行きの桜565号に向かってホームからお客さんが何か紙袋のようなものを投げつけたと、うん、そんで、うん、駅員が車両を確認したところ、車両の、屋根などから紙袋3つが見つかり、中にはカップ麺のようなものが入っていたということ。桜565号が運転取りやめ、乗客全員降ろし確認作業を続けていますと、うん、でお客さんは別の列車に乗り換えたということですということで、まあ、こんなことする人いないと思いますけど、私これで感じたのはね、やっぱりね、このお客さんが、まあ、新幹線に向かって紙袋3つぐらい投げたと、屋根の上あたりに上がったと、うん、まあ引っかかったのか分かんないけど、それの確認作業とかで運転取りやめて乗客全員の降ろすんだっていうね、これやるのって世界中探して日本の JR ぐらいじゃないかな。いや JR が悪いって言ってるんじゃないけど、うん、それぐらいね、新幹線に関しては日本ね、まあ日本人の誇りの一つだよね、新幹線。うん、運行開始以来、うん、死亡事故ゼロだからですよね、確か違ったっけ、うん、うん、まあその新幹線に飛び込み自殺とかね、もしかしたら点検中のなんか事故とかで亡くなってる方いらっしゃるかもしれないですけど、その新幹線のね商業運転での乗客の事故死っていうのはゼロのはずですよ、確かね。そういうのも含めて、まあ新幹線って言ったらもうね、世界中の人知ってんじゃないですか、富士山の次ぐらいに、うん、それぐらい有名なものだから、それぐらいやっぱりね、日本の、まあ、今回 JR 西日本だけど、 JR 東海でもね、 JR 東日本でもそうだけど、新幹線の運行に関してはもう本当に厳しい基準設けてるんだと思う。紙袋がね、投げられたぐらいで乗客全員降ろすんだみたいなね、で振り替え輸送、振り替えっていうか他の列車新幹線に乗せてね、乗客振り分けたっていうことで、それが一つだね、すごいね。これは例えばアメリカの鉄道とかヨーロッパの鉄道とか、おそらく投げつけられたものを取り除いて、まあちょっと30分なり1時間なり点検して、それですぐ運行再開すると思うよ。うん、ね、後進国の電車だったら確認もせずに発車するんじゃないけど、紙袋ぐらいだったら、うん、っていう感じですよね。日本やっぱり新幹線厳しいね、基準がね、うん、と感じました。一つは、あともう一つはこのね、投げつけた人、うん、見られる客から投げつけたと見られる客から事情を聞いていますってなってるけど、この物を投げつけたこのお客さん、これ損害賠償とかになるのかね。損害賠償請求とかになったらこれ大変な額になるだろうね、これね、運行取りやめてんだから。うん、お客さん全員降ろしてね、他の新幹線に乗せてるわけだから、これはね、安易に酔っ払ってたんだかなんだか知らないけど、このお客さんもね、何か恨みがあったのかむしゃくしゃしてたのか分かんないけど、まさかここまでなるとは思わなかったんだろうね、このお客さんもね。
まあもし損害賠償請求とかになったらね、 JR からの大変な額になるんじゃないかなと思うよ。はい、皆さん、ダメよ列車止めたらいかなる理由があってもね、大変な額請求されることになるからね、本当にね。はい、ということで、いくらむしゃくしゃしてもイライラしてもね、列車に物投げたりね、バスに物投げたりしちゃいけないということでね、ストレスね、ストレス社会だからね、溜め込むといいことないよ、本当に。2531回ね、JR 広島駅で、新幹線に向かって紙袋を投げつけると、そんで運行取りやめ、運転取りやめになったと、乗客全員が降りたということをお話ししました。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。なんで止まんない。